ャリアアップについて重要なことっていうことで言うと、これじゃいけないんだと思って出たわけですから、これでまず合格ですよ。一番あかんのは何にもしないこと。何もしないです、はあ、何もしないです。お前いること前回も少しキャリアアップっていうところには触れましたけど、もう一回これから転職を考える、はい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 、そういった方にとってこの本当に何が重要かっていう、はい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 、これもちょっと抽象度の高い投げかけになっちゃいますけど、キャリアアップって言った時に、ええ、まあ、日本って、まあ、日本に限らずどこも僕はそうだと思うんで、ファーストキャリアって言って新卒で入ったところの部分の影響を受けちゃいますよね、うんうんうん、で日本ってやっぱりこう新卒の時っていうのは本人のポテンシャルで取るから別に関係ないんだけど、はい、で一回入っちゃうとそこの仕事をしてたよねと、うん、営業経験した人は営業やってましたねじゃないですか。で営業経験ない人は営業のところって君営業やってないからダメだよねってなるよね、うん、でも日本ってこう特殊な世界で第二新卒って言って、はい、ありますね、こう入社して3年以内ぐらいまで辞めた人っていうのはもう一回チャラで、はい、要するにどんな職種でも入れてくれるんですよ、はいはい、でただそれはこれはっきり言いますけど、学歴が高ければ高いほど自由度が高いのと、うんうんうん、入った企業の顔ぶれが良ければいいほどもう一回いけるんですよ、うん、なんでかっていうと日本ってやっぱりこう能力を何で見てるかっていうと大学で、もう一つは合格できた企業で見てるんですよ、うん、だから大学の学歴が高くていい企業に受かった人はセカンドキャリアも選べるんですよ。なるほど。そうじゃない人は選びにくいっていうのがまず根底にありますよね、うんうん、でもう一つキャリアの中で重要なことって何かっていうと、まあ大体みんな入って気づいてすぐ辞めちゃうのは何かっていうと、この会社にいても実力がつかないって分かるからなんですよ、うん、僕は学生に言ってるんですよ、うん、あなたが思ってる大手は実力がつかないよって何度も言う、うん、でも分からないである、うん、つくわけがないんですよ、はい、だって仕事しないもん言い切りましたね。いやもう仕事しない日本の企業のだって262って言われますよね、はい、どんな集団でも2割の優秀な人、6割の普通の人、2割のやる気のない人で、2割だけが仕事してるんですよ。大手は必ずそうなってる。で小さな会社ってさ、はい、262なんかだったら潰れますからね、はい、そうすると下の2がまずいない、だって辞めさすから、うん、そうすると26っていうか、まあ俺は感覚的には55ぐらいの比率で動いてると思うんですよ。そうすると、で、代わりがいないから仕事しなきゃいけないから、で、これ力がつくに決まってるんですよ、はい。で、だって休んだら回らない。大手は休んでも大丈夫なんですよ。で、そういう環境下の中で仕事をしていって、じゃあ何が起こるのかっていうことなんですよね。で、僕らいろんなデータ見てるとね、ええ、例えば大手に入って辞める人って何かっていうと、僕学生にもこういう説明してるんですけど、あなた高校の時に部活入ってたとするよね、どっちがいいって言って、例えばうちの部活はね、1年生は基礎トレーニング、2年は実技、3年が試合だから、うちはレギュラーは3年しかなれないよっていう部活と、うちは1年でも2年でも実力があったら同じ形の練習をするから1年でもレギュラーになれる、君どっちがいいって言うと後者を選ぶんですよ。あ、そうですね。いやだって実力があってレギュラーになれないんだら行きたくないって言って、でもあなたが選んだ会社ってさっきのええだよと、だからやめんですよ。え、で、やめ入って、え、いつになったら俺任せてもらえるんですか。いや、お前は10年はお前みんなと一緒だよみたいな。で、それって分かるだろうと、見たらと、オープンワークとかで書いてありますからね。でも、そうは言わないですよね。で、入ったらこんなはずじゃないってやめる。これ、2つのやめ方があって、要するに自分がさっきの環境のガツガツしたいんだけど、緩い環境に入ってやめるやつ。それともう一つはですね、自分がまあ入った環境よりももっと楽したい人、でそのペースについていかない子をやめるんです、うん、だこの2つのパターンで起こってくる。だからそういう意味で言うと、環境っていうのは僕はみんながガツ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 じゃなくて見たけど、自分はどういう環境を求めてて、その会社はどんな会社で自分のものよりも上の人と切磋琢磨されたいのか、同じぐらいがいいのか、一つ下の人とやりたいのかみたいなね、まあ、そういうことは意識するのがまず重要だし、で次に考えるときに言って、なんだろうな、何の仕事でどんな力がつくのっていう話で、で僕は実力がみんなつけられるわけじゃないっていうことが分かってなくて、はい、仕事の実力って全部やるからつくんで、分断されすぎて、大手って仕事って分業で分断するんですよ。ここしかやってないんですよ、これ使えないんですよ。
これがものすごいスペシャリストの領域であれば、例えば技術なら、このある領域の深いものっていうのは転職できるんですよ。はい、でも、事務職のこんなものは何の役にも立たない。うん、だから、そこが分かってないよね。うん、だから仕事って分断された一つの区分けしかやってない人たちっていうのは、仕事してないっていうのと一緒の感覚だってことが分かってないんですよ。うん、大手とかで20年やった人ってかわいそうに転職できないですもん、うん、何ができますかっていうと、いや僕は課長やってましたと、うん、部長、いや部長じゃなくて何やってましたか、いや部長やってましたとバカでしょあんた。これが世の中で起きてることなんですよ、うん、それしか言えないんだから、うん、だから本当の意味でのキャリアアップっていうのは一つのこう細かく分断された仕事じゃなくて一個の中の部分を経験してあるものがスペシャルでできるっていう、ここがないとまあ何の意味もないね、これからね。日本じゃなくて世界も含めて、要するに共通化されてる仕事じゃないですか。 その企業だけしか通用しないはダメ、日本だけでしか通用しないのもダメ、世界で通用しなきゃいけない、そういう分野の中での自分のコアになってるものはどこにあるのかってことは問われる社会ですよね。うん、なるほど。大学のコミュニティで学んでる方なんかも、さっきあのお伝えしたその KIT 英語みたいなところを学んできますけど、はいはい、幅広く学ぶっていうことって多分すごい意味があると思っていて、なんか経営だけっていうことだけじゃなくて、はいはい、まあ、それこそあの清水先生のコミュニケーション実践なんかも、あれもすごい面白い僕は授業だと思うんですけど、まあ、いろんなことを経験する中で、まあ、このさっきおっしゃっていた、なんか自分自身にこれが合ってんじゃないかとか、こういう仕事の仕方、こういう人と一緒に仕事するっていうのが多分楽しめるようになるのかなっていうふうに思っていてですね。これも今の清水先生の話聞いていて、なんかうちのやってることとなんかリンクする部分は結構あるのかな。だから総合的にいろんなことを知ってることはすごく意味がありますよね。あるものしかわからないっていうよりは、だから、ある程度広く知って、もちろんその中で専門的なスペシャル、このものは誰にも負けないみたいな、その両方が必要になってますよね。まあ、優秀なビジネスマンっていうのはそのぐらいの力量がやっぱり必要になるんだと思うんですよね。なるほど。そうすると、何にも考えずに大手企業に入っちゃった、ある種この悪みたいなのがあって、で、そこからこう抜け出すためには、キャリアアップについて重要なことっていうことで言うと、清水さん、何がこれ、まずですね、抜け出すって決めたという時点でですね、僕は立派だと思うんですよ。はいはいはい。要するに、これじゃいけないんだと思って、出たわけですから。これでまず合格ですよ。ダイエットしたい人の一番最初の成功の方法は何かっていうと、毎日体重計乗りなさいんですよ。はいはい、毎日体重計乗るわけじゃないです。だから、行動すれば変わる。だから、まず、いけないんだと思ったってことが重要なんですよ。うん、これで、必ず変われる。うん、あとはいけないんだと思ったものを、どういうふうに何をすべきかじゃないですか、うん、その時に例えば、ね、BBT のように、いや自分は知識がないんだからもう一回いろんな知識をつけるんだって選択もあるし、はい、じゃあこれからって何が重要なんだよ、しエンジニアみたいなものでやっぱり自分は腕に力っていうか、その何かのスペシャルな知識をつけようっていう言い方もあるし、はいはい、それはなんか自分が一番こう合う、はい、だから僕は大学とかもう一回学び直すとしてやっぱり答えがないからだと思うんですよ、はいはい、次何をやろうって決まってないんだから、もう少しその部分を考える時間が欲しいし、僕はいいと思うんですよ、うんうん、それは自分が仕事をしながら自分の中で、ああこういうものって意外と面白いなっていうのが感じ取れて、それが見つけられればいい。でももう決めてるんだったらそこに行けばいいじゃないですか、うんうん、だからその差だと思いますよね、うん、なるほど。もう一個質問あるのは、今の清水先生のおっしゃったことって、結構その大手企業の人っていうところが今主語になってますけど、はいはい、一方であの先生もこの制度と接していただいてお分かりいただいてると思うんですけど、そもそも最初の企業ファーストキャリアがあんまりそういわゆる大手とかじゃなくて、まあ、名前もよく分からないし、まあ、中小零細企業やっていて、結構厳しい仕事をずっとやってきた、まあ、こういう方がこう逆にこのキャリアをこう逆転していきたいっていうか、もっとこう大きく変えていきたいっていう、こういうニーズの方って結構うちの学生、ああ、だからその、多いんですけどね。小さな会社でも、はい、要するにさ、この、なんて言うんだろうな、小さいなりに大手と同じような仕事してる会社もあるわけですよ。うんうん、それはね、だから仕事のさせ方の問題だし、仕事の問題じゃないですか。だから大きいからダメで、小さいからいいわけじゃなくて、だからそういう仕事の仕方をしているところに行かないと意味がないですよね。うんうん、でも、確率論で言うと小さな方が任されるんですよ。はい、ケース的には、はい、ただ小さな会社で保守的な会社で領域が決まってるんだとか、最も言っちゃいけない会社の一つですよね。それはなるほど。だからそれは僕は言っちゃいけない会社だと思うんですよ。なるほどなるほど。キャリアチェンジをしたいって本人が思えば
で、何か例えばね、そういう形であったのだ、 BBT は BBT で4年やってきましたので、こういう実習でこういうのありますって言ったら、それは転職マーケットで、あ、そんなことやってきたのってやっぱ取りますよ、うん。だって何かチャレンジしてるんだから。だから、それは自分が変えたいと思って何かしたことは必ず役に立つ。うん、それを救ってくれる人がいる、なるほど、と思っていただいて大丈夫だと思いますけど、ね。なるほど。なるほど。一番あかんのは、何にもしないこと。何もしないです。何にもしないでそのままいることが一番危険ですよね。で、こう、なんて時代が変わってきて、僕らの世代って、僕は62ですけど、僕らの世代は逃げ切った世代ですよ。はい、右上がりの社会、はい、1982年に大学出て、ずっと右上がり経済で日本のメーカーがずっといいぞってバブルはあったけど、はい、まあ逃げ切って終わった。はい、だから要するに、まあ、総じて一つの会社に行って大丈夫だったんですよ。もうないですよ、そんな社会。なるほど。だからこれから、そんな社会がないのに、それも働く年代が増えて、まあ、70まで働く社会ですよね。50年働くですよ。50年後にね、どこがでかいかなんて分かるやつがいたら俺が驚くようなやつであって、まあ、ないっすよ。実力だよねと。実力をつけるってことが良くて、本当が安定が好きだって言うんだら公務員になればいいんですよ、そんな。まあ、公務員、なんかバカにした言い方しますけど、倒れないって前提で公務員になればいいじゃないですかと。まあそういう選択をしたいんだったら僕はそれすればいいと思うんですよ。でもそれがあなたにとって楽しいんですかと。だって潰れなければいいですよっていうのが人生なのかと。で、僕はあのベンチャーみたいな考えもね、なんかなんですかね、僕は昭和30年代に生まれてますから、昭和40年代って僕の家のそばでパン屋だらけですよ。ほう、パン屋、パン屋、ものすごいいっぱいパン屋があったんですよ。それはなぜかっていうと、日本はお米の世界からアメリカ、まあ、戦争で負けたことによって、アメリカが小麦粉とかね売りたいからパンをぶち込んだんですよ。そうするとこれからパンだって言ってパン屋、いろんなパン屋、僕は半径500メーター以内5軒ありました。ベンチャーですよね。パン屋やれば儲かるんだってみんなパン屋やったんですよ。あの時のお父さんお母さんのがよっぽどベンチャー気質ありますよね。で、日本はあの時代ってサラリーマンなんていなかったんですよ。それがみんな個人で仕事をしてるのがみんなサラリーマンっていうになっちゃって、で、これから社会の変化が起きてるんだったらもう一回あのね、伸びるんだっていうものがあるからみんなあの時代があったんだけど、不確実だからもう一回なんかやってみようっていうふうになんかもう一回ね、僕は日本人ってそう、なんか戻れるはずだし、そういうふうになったら面白いんじゃないのって思いますけどね。最後の質問なんですけど、この動かなくちゃいけないっていうのは思ってるけど、動けない、動かない人ってめちゃくちゃ多いと思うんですよ。はい、はい、はい。こういう人に対して何か、これも多分その動けない理由がいくつもそのパターンとしてあるんで、今すごい ざっくりと僕は、いや動けない人、動かない人っていう表現してますけど、まあ、もちろんこのいくつかの分類がある中で、いや動いた方がいいなっていうのは頭では思ってるんだけど、動けない。でもちろんそれは20代なのか30代なのか40代なのか、家庭があるのかどうかとか、多分まあいろんな変数がもちろんそれぞれ の皆さんの中にはあるとは思うんですけど、なんかやっぱり話相談を受けてて、いや動かなくちゃいけないっていうふうには入学するかどうかで悩まれてる方なんか相談受けるとですね、それはですね、社会が真実を言わないことによって起きてますよね。僕あの1年ぐらい前ですね、あのサントリーの新浪さんが言ったじゃないですか、はい、45歳の人辞めてほしいんですよと、あれ本音ですよ、企業、そうですよね、大手企業の経営者で全員思ってますよ、うん、だって役に立たないんだもん、うんね、役職だけ上がって何の仕事もできない人を抱えてんだから、あんたも自分の人生考えてよって、ね、思ってますよ。これが事実ってことは、これ何年か経ったら首切りバンと出ますよね、うん、だって言わないんだ、持たないですよ、そうですよね、だからああなるんですよ社会が。ってことは何かっていうと、あ、その企業しか見なくてその企業でしか通用しないってことをしてた人が働く場はないんですよ、うん、僕はあの中転職詐欺事業を見ててね、まあ、当時あれですよね、40とか過ぎて銀行とかが辞めた人がいますよね、転職できないですよ、うん、だって威張ることしか知らないんだもん、無理ですよ、なるほど、いやそれどうすんのと。でそこになってガンってやられたらもうそれこそおしまいですよ、うん、だったら今ね、うん、やめなさいと、うん、必ずそうなりますから、うん、僕は占い師として 100% 当たる自信がありますよ、うんうん、その社会が来る、はいはい、だってみんなあれ本音ですよ、新浪さんの失言じゃないんですよ、本当そう思います、あれみんなが言いたい、はい、あれが来るんだ、はいはい、あれが来た時にいいのって、その時もう手遅れですよ、うん、だってあれは必ず起きるんですよ、うん、必ず起きる。うちの学生でも本当あの有名国公立
って、某名古屋の自動車メーカー、まあ、こういう方々もいらっしゃって、でそういう方々がやっぱりなぜ BBT かっていうと、まさに今清水先生おっしゃった内容そのものですね。そこにもしそうなった時に自分でその下船できる準備をちゃんとやっぱりしておきたいっていう。そうだから準備しておくことで困ること何もないじゃないですか、はい、そうですね。だから僕は会社辞めなさいって言ってんじゃなくて準備しておきなさいよと、はい、そうですね、準備しておけばね、あ来たんだだと、はい、じゃあいいやってで行けるじゃないですか、うん、だからそういうことも含めてやっぱり考えることが必要で、やっぱりこういつも考えておくってことは重要ですよね、うん、備えあれば憂いなしっていうだけであって、うん、それはそういう社会ですよね、うん、でも必ず来る、うん、なるほど、はい、ありがとうございます。もうキャリアアップの重要性、皆さんいかがだったですかね。自分自身今どういう状況にいるかということも、まあ、この今の先生の話を聞きながら、まあそうですね、ちょっと未来をですね、はい、怪しい占い師が予想したようなことになりましたけどね。いやもうぜひこれが YouTube ですから残りますんで。あ、そうですね、困りますね。どうなってるか皆さん見届けていただきたい、はい、ぜひ皆さんもですね今考えれば間に合う、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。こう働いてる人がアグレッシブに挑戦ができる、うん、3倍のスピードで動いてる会社なんだなと、うんうんうん、LINE アットで BBT 大学の教授による LINE アット限定動画を配信中です。詳しくは概要欄でビジネスの世界で成功するぞって人は LINE アットの登録もよろしくお願いします。今後も BBT 大学チャンネルでは視聴者の方がビジネスの世界で輝けるきっかけとなるような動画を配信していきます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。